最初に俺が、はい、こうやってちょっとぐちゃっとやっとけば後の人が多分気が楽で伸び伸びと演奏できるんじゃないかと。皆さん多分同じ初動は一緒だと思いますけど、うん、やっぱり怖い感じが。僕と一緒に仕事をした人は必ず他の現場に行くと、はい、セラさんね怖い必ず聞かれるらしいんだけど、はい、僕もめっちゃあの後聞かれます。来週直人くんですって言われるとよし飲めるぞみたいな。まあ俺は酒飲みじゃないんだけど。さあ、瀬谷さんどうも。はい、こんにちは。ご無沙汰しております。本当に久しぶり。まず、この番組、はい、初のゲストということで。ねえ、怖っ。いや、ありがとうございます。もう快諾していただきまして、本当に何よりもそれを、もう本当にありがとうございます。もう多分、この後のセッションというか、はい、なんか、とりあえず、はい、家にあるアンプとギターを車に積み込んでやってきたので、何も準備が今ほらみんなツアーとか止まってるじゃないですか、はい、だから機材も倉庫に行ったままでどうしようもないし、スタッフもみんなねいろいろ縮れバラバラになってるから、とにかく家にあるアンプとギターを積み込んでやって、どうなることやら。すいません、もう本当にありがとうございます。どうなることやらですか。わざわざ来ていただきました。本当にでもおめでとうございます。あ、ありがとうございます。として本当にね、こういう形でも、はい、やっぱり自分なりの音楽のこう表現というか伝え方を、はい、やっぱり模索してるっていうのは、はい、すごく尊敬に値することだし、なかなかできることではないので、もう最初に呼んでいただいて、最初に俺が、はい、こうやってちょっとぐちゃっとやっとけば後の人が多分気が楽で伸び伸びと演奏できるんじゃないかと思って、いやいや、まずは駆けつけてきました。そう、今セラさんおっしゃってくださいますけど、うん、初回セラさんで行くと次の人、うん、結構ハードル高いになりますよ。いや多分それこそ即席というかね、はい、こう本当インスタントで今できることっていうことでやったから、はい、多分次の人はすごくこうリラックスしてやれると思う。 ありがとうございます、うん、僕がまずセラさんに、はい、初回なぜ来てほしかったかというところがあるんですけど、うん、はい、まあご一緒させてライブねいただくようになってからもだいぶ経ちますけど、うん、はい、あれ初めはいつでしたっけ。なんか最初はねテレビのねイベントで、ですよね、でどなたか一緒にやりたい方いますかみたいな話になって、はい、でうちのギルドナインっていうバンドの中で、はい、クレイジーなバイオリン弾くやつがいるらしいっていう、うん、なんかモヒカンのロックなバイオリニストがいるっていうことで、はい、ぜひね機会があったら一人やりたいなって言って、それは実現をね、あるテレビ版、はい、テレビのなんかイベントで、はい、やらせていただきまして、もうそれ以来なんか瀬谷さんのライブにもゲストで呼んでいただけるようになって、うん、もうだいぶ経ちますけれども、はい、やっぱり瀬谷さんの僕がテレビでずっと見てたりとか、うん、まあ、歌番組だったり、まあね、役所やられてる時もあって、はい、見てる時もありまして、うん、もう皆さん多分同じ初動は一緒だと思いますけど、うん、やっぱり怖い感じが。あ、よく言われる。僕とね、はい、一緒に仕事、音楽にしろ、はい、そういう撮影の現場にしろ、はい、僕と一緒に仕事をした人は必ず他の現場に行くと、はい、セラさんね、怖い必ず聞かれるらしいんだけど、はい、僕もめっちゃあの後聞かれます。ああね、はい、でもそんなことないもんね。そうなんですよ。だからなんとなくこのそのイメージが勝手な一人歩きしてる瀬良さんのイメージがあって、うん、はい、ああと思って、いやどうしようかなとずっと思ってたんですよ、はい、だけどこうやって長いこと一緒に音楽をやらせていただくようになって、いやいや、うん、でその瀬良さんのなんていうかな、基本的にある考え方というか思いというか、はい、うん、いつもう瀬良さん43年目ですよね、はい、3年やってます。デビューされて43年間変わらず今を生きてらっしゃる、うんうん、それで必ず自分というのを、まあその時の考え方がまあ昔と変わってたかもしれない、変わってくるかもしれないけど、自分のやることは何なんだっていうことを一つブレずにまっすぐ持ち続けることが何を音楽やるにしても何やるにしても大事だねっていうのをいつもなんかこう、まあ、もちろん言葉でたまにおっしゃるんですけど、うん、なんか背中でずっと僕は音でと声とで
なんか見せていただいてたので、うん、僕もこの番組をずっと続けて自分の何かこう、うん、まあもちろん演奏もそうですけど、うん、まあ音楽を通じて考え方だったりっていうのをなんとなく、まあ、まだ世良さん全然ゴールしてないですけど、うん、ゴールテープ切ってないですけど、うん、勝手にちょっとバトンをもらったつもりでなんかやりたいので、うん、それのやっぱり一つの形として1回目やっぱ世良さん呼ばないとこれスタートしないと思ってお願いさせていただいたのに、いやそれもとても光栄です。快諾していただいて本当にありがたいんですけど、僕も世代とかを超えて、はい、やっぱり43年ぐらいやるといろんなミュージシャンと、はい、アーティストと言われる人たちを見てきたし、はい、付き合いもしてきたんだけど、はい、僕自身が、まあ、直人君も分かると思うんだけど、あまりその誰とでも、はい、付き合って仲良くて飲みに歩いたりとか、はい、集まってワイワイやるタイプではなくて、本当に音楽をやってる瞬間瞬間は誰よりも結びつくんだけど、はい、でもそれ以外になったら、はい、意外とこうプライベートでは別々っていうような、はい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 、感覚でね、音楽で結びつける人は5年ぶりに会おうと、はい、10年ぶりに会おうと本当に本気の握手ができる人だ、って思ってて、でも年間3本も4本も5本も一緒にやる人は相当深い、はい、俺にとってはだから直人君は相当深みにはまってるタイプだと思う。本当ありがたいんですけど、だから世良さんは多分皆さんのイメージからすると、うん、例えば、まあ、ライブやりました、はい、で明け方まで飲みに行くぞみたいな感じかなとおっしゃってて、はい、で僕もそうずっと思ってて、うん、そしたら何かの表紙に世良さんが、まあ、じゃあ今日は打ち上げ行こうかっておっしゃってくださって、うん、あ行こう行こうと思ってわーいと思って行ったら、僕久しぶりなんだよねっておっしゃったんですよね、こんな飲むのって、うん、いやまたまたと思って、うん、思ってたんですけど、なんかその付き合いが長くなってくると、あ本当なんだ、あんまりお酒お得意じゃない方なんだっておっしゃってたのにもかかわらず、僕と、まあ、年間3、4回からもうそのぐらい合わせて、ね、セッションさせていただいてますけど、うん、半分ぐらい飲んでますよね。だからね、なぜか直人君がいると今日は久々に飲むなって言って、はい、こう 2、3杯いただいてると、あまあね、スタッフは、はい、僕のスタッフがもう、はい、びっくり、びっくりというか、もう直人君とだとみんな安心して見てる、はい、そうなんですか。他ではほぼお酒を飲むに、まずご飯を食べに街に出ないの。そうですよね。終わったら自分の部屋で、まあ、スタッフがこう買い出ししてくれたりとか、はい、差し入れしてくれるものだけで大体終わらせるので、いや楽しいのだから、あの来週直人くんですって言われると、よし何食いに行こうとかよし飲めるぞみたいな、まあ俺は酒飲みじゃないんだけど、ハードルがなんかこう、いつもよく世良さんと行くような地域だったら、はい、うん、なんとなくもう行くところも決まってきてるし、はい、僕も安心できるんですけど、なぞくん君ここさ、得意でしょこの地域どっかないって言われた時もうマジで、まあ本番より店選ぶことの方が大きい時あって、いかん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 と思って、今日まずまだ本番終わってない、考えるのそっからでいいやとかって思う時あるぐらいで、いやでも本当ね、そこは多分僕のスタッフはなぞくんと出会って、はいはい、セラも変わったなと思ってる。いやもう本当食事に出かけてるよ街にってみんな思ってると。いやありがたいですね。なんかだからセラさん気さくだなと思ったのは名古屋でしたよあれ、うん、あの名古屋のブルーノートでライブやってくださった後に、はい、じゃあ一緒にご飯とご飯行こうよっておっしゃってくださった時に、うん、普通に歩いて移動して、うん、でピアノの上本さんと3人だけで、うん、錦のど真ん中の交差点で、うんうん、こうやって写真撮ったんですよ。撮ってたね。撮影してると思われるぐらいのなんかポーズで3人で撮ったの覚えてます？覚えてる、うん、あれなんかああいうのがなんか世良さんのなんか僕が今まで思ってなかった、うん、あの世良さんを見せていただいてて、あこういうのを僕もなんかずっと変わらずできる人でいたいなっていうのがずっと思ってます、うん。いやもう本当にね、周りはね、はい、セラっていう2文字がすごく大きいみたいで、はいはい、やっぱ役者さんをやられてて怖い役やられたりもしてたからですかね、うん、なんかそれとあと多分すごく若くてデビューしてね、はい、すぐの頃の、はい、やっぱりこう周りが例えばそういうテレビの世界に音楽、はい、まあ、バンドっていうものを持ち込んでいった時に、はい、周りからはなんか異質なものが自分たちのテリトリーに入ってきたっていう感覚で見られてたし、でロックの方からはテレビなんか出やがってとか
テレビなんか出るやつなんかロックじゃねえとかっていうので、だからロックの方からもどちらかというと異端児扱いをされ、でそういうその当時の音楽界、はい、メインの音楽界の中ではやっぱり異質な分子だったので、だからどっち向いても味方がいないっていう状況だったので、その時ってやっぱり22、3歳のこう青年からすると、はい、やっぱギラギラしてたんだと思うんだよね。やっぱりなんかこう戦われてるわけじゃないけど、うん、とりあえず武器持って威嚇してないとやってられないっていう部分はあったんですか？多分ね、戦いを強いられてるような、だから強くあれみたいなね、はい、で特にこう20代の血気盛んな頃と自分のそういう人生が始まる、音楽の人生が始まる時に味方がいない、はい、音楽評論家もヘイトするだけ、はい、音楽業界も異端児扱いする、はい、ロックの方はあんなのロックじゃないって言われる。でも僕がそれでもなぜテレビに出たのかっていうと、はい、僕が生まれて初めて動くエルス・プレスリー見たのもテレビだった。動いたストーンズも動いたジミ・ヘンドリックスも動いたビートルズ見たのも全部テレビだった、はいはい、そこでうわ動いてる、それまでは雑誌で止まってる写真しか知らないので、はい、動いてるんだって思った時に、はい、その感動が僕はやっぱりバンドを組ませたし、うん、ロックンロールをやらせたので、うん、でその当時例えば野球をやって甲子園目指す子は町のヒーロー、はい、でも同じようなケースだけどギターケース持って歩いてると不良っていうもうあるこうカテゴライズされたステレオタイプな社会の見方みたいな、はい、そうですね。でも白球を追いかけて甲子園目指す子も、はい、ギターの弦かき鳴らすやつも同じ青春じゃないかっていうのを知ってほしい、かっこよく言えばね、うん、単純に自分を認めてほしいっていう俺はただの悪じゃないみたいなね、なんかそういう衝動がね。でも世良さんはもともとバイオリンをやられてたっておっしゃってたじゃないですか。そうなんですよ、子供の頃、はい、で世良さんがもう、世良さんの年代だと、うん、バイオリンを子供の頃にやられるって、はい、僕46なんですけど、はい、僕もで言われるぐらいなんで、うん、あれですけど超お坊ちゃまでしょって言われませんでした？ずっと言われた。で実際問題どうだったんですか？僕は県営アパートこの3階にずっと両親と住んでいて、両親はもう共働きの公務員なんですけど、はいはいはい、中の中で、なぜバイオリンを与えられたか自分でやりたいかってなったんですか？そこはね、結構ちっちゃい時じゃないですか、やられたの、はい、3歳でしょ、うん、3歳で自分でやりたいって僕も言ったらしいですけど、はい、これはね事務所的にはね、はい、NG の発言なんですけどね、3歳の頃の僕って保育園の頃ね、はい、ちょっと行動的すぎる、あ、ポジティブすぎるというか、はいはい、行動力ありすぎる子で、はい、ちょっと血の気が多すぎたんで、はい、それで将来を悲観した母親が何か上層教育にね、習い事をやらせないと、うん、誰かに習うっていうことをしないと、はい、この子は好き放題こう走り切ってしまう。そこで、うん、なんかそこで何か習い事させようということで、たまたまアパートに住んでたんだけど、はい、隣のお家のお兄ちゃんが、はい、習字の先生の息子さんがバイオリンやってた。ちょっと待ってください、アパートって楽器弾いてダメじゃないですか？うん、あ、でもね弾いてましたよ、うちの。あ、そうなんですか、うん、いいとこですよ。そうで、隣の習字の先生のところのお兄ちゃんが、はい、いつも遊んでくれてたんだけど、はい、バイオリンやってた。それでそのお兄ちゃんのこう膝にこうしがみついて、お兄ちゃんと一緒ならやるって言って、ああじゃあバイオリンでもやりますかって始まったのが、しかもなんとその僕のバイオリンの師匠っていうのが、ピアノの上本宗彦の同じ師匠なんですよ、はい、彼もバイオリンをやってたんですよ、ちっちゃい頃。すごい。だから同じ門下生なんですよ、僕と彼は同じ門下生で、今も一緒に音楽やってるんです。すごいですね。しかもそれが分かったのが10年ぐらい前、43年一緒に、もう45年か高校の頃から一緒にやってるから、お互いバイオリンをやってたことも僕は知らなかった。あ、上本さんはまあ、まあ、僕のプロフィールの中で知ってたんだけども、はいはいはい、同じ師匠だってことも知らなかった。あ、そうなんですか、うん、ここ10年ぐらい。あ、すごいですね。同じ門下生だった30代の頃は一番凝ったのは、はい、離れた場所から、まあ、タオルかけてるじゃない、はい、タオルをパーッと投げると、はい、スタンドマイクにパサッとかかるっていう。そう、うん、あ、どっかで一回やったよねパッと、ね、タオル投げたらかかるっていう。いや、これはあれはね、神です。40周年の世良さんのライブの時に大阪の野音ですよ、野外で、野外だから風あるんですよ風あって投げて落ちてくるわけないんですよ、絶対落ちてきたんですよ、ちゃんと